はい、それではこちらの論文について角刈りが説明させていただきます。まずこちらの論文なんですけども、パラフレーズ認識のためのクラウドソーシングの方法というものを提案していまして、その具体的な方法としては多段階のクラウドソーシング手法というものを提示しています。で、その結果として文法的な言い換えというものを生成できる。で、その言い換えの、その何ですかね、種類、幅を、多く捉えるときに、コストを削減できるっていうふうに、記述されていました。まず初めになんですけども、パラフレーズ認識っていうものは、交換可能な、テキストのペアを、分析することでして、パラフレーズ自体は、そのある表現を、より簡単な表現に、書き換えるのことを指しています。パラフレーズ認識っていうものは、情報検索だったり情報抽出だったり、機関翻訳などの、幅広い分野で、用いられています。例えば、情報検索の分野で言えば、この第35代アメリカ大、すみません、漢字ちょっと間違ってるんですけど、大統領の殺人っていうものと、ジョン・ケネディの暗殺っていうものが、同じことを指しているっていうことを、パラフレーズ認識によって、それを同じ意味だっていうことにして、その上のものを検索したときに、下のジョン・ケネディの暗殺っていうものの記事もヒットするっていうことが、パラフレーズ認識によって行われます。でパラフレーズ認識の研究っていうものは、オープンな研究課題で、近年、急激に進歩してきています。ですが、精度っていうものが、未だにあまり向上していないっていう、現状があります。で、パラフレーズ認識、パラフレーズというものは、意味的に、どう、あの意味が近いかというものであったり、単語のオントロジーの概念と密接に関連していまして、そのパラフレーズ自体にその明確な、正確な定義というものはなくて、その専門家による複雑なガイドラインが作られて、それに基づいて決定されているようです。その際に、クラウドソーシングを行う上で、そのパラフレーズ書き換えを行ってもらうときに、その書き換えを行う、そのどういう意味で書き換えをするのかっていうのは、作業者の直感によって少し左右されて、どういうドメイン の、 その単語に書き換えるのかっていうのは、その作業者に全て一任してしまうので、その際に、その書き換えてほしいフレーズであったり、単語っていうものが、そのどういう例文で示されているかっていうのがすごい重要になってきます。で、パラフレーズ認識っていうのは、ある任意の長さと、どういう形でもいいんですけども、形の2つのフレーズが同じ意味であるかっていうものを決定するもので、先行研究では N グラムの重なりだったり、依存関係のツリーの重なりとか、その最終距離っていうもので、どういう、それが同じものを指しているのかっていうものを決定しています。ですが、そうしますと、同じような単語が、使われているものが、同じものだっていう、認識でなってしまうんですけれども、その違う表現をしていても、その先ほどの例文で見せたその大統領誰々っていうのと、あと、具体的な人名を出して、そのものを指しているといった場合に、その N グラム重ねであったりとかでいうと、そのあまりスコアが大きくならなくて、それが同じ意味であるかっていうのを、あまり正確に識別することができません。そこで、言い換えられた文章を学習して、自動識別する必要があるというふうになっていて、その自動識別するために、その訓練するためのデータが必要になるので、そこで、今回そのクラウドソーシングによってそのデータを作ろうという試みです。先行研究としましては、その書き換えられたものと、書き換え先のものと書き換えられたもののパラレルコーパスを用いて、翻訳するような感じで、
そのパラフレーズ認識を行っているものであったり、その意味の類似性を測るために、まあ、単純にその合っているか合っていないかっていう、まあ、その日ではなくて、まあ、そのどの程度似ているかっていうのを、まあ、その連続的な値で示すことによって、そのペアがそのどの程度その似ているのかっていうのを示すのが大事なんではないかという研究もされています。まあ、その連続値で表すときには、まあそのまあ、より多くのクラウドワーカーによってまあ評価してもらって、その平均値を取るのがいいというふうに書いてありました。で、今回 の, そのこの論文では、クラウドフラワークラウドフラワーっていう、まあ、そのクラウドソーシングの、まあ、ウェブのサービスというものを使っていまして、まあ、これの、特徴としましては、まあ、その作業者のタックス、まあ、受け負える、まあ、仕事の数であったり、まあ、住んでいる場所というものを制限できます。で、まあ収集されたそのデータの正当性を、まあまあ、検証するためのシステムっていうものが、まあ、あるらしくて、その、まあ、どういうシステムかというその、簡単なことを言うと、まあ、その実際にそのデータを処理してもらうっていう前に、作業者が、もう既に分かっている答えに対して、まあ、その回答をしてもらって、それに対して、正しくその返答してくる人に、まあ、仕事を振るといったような感じで、あと作業中にもその、答えが分かっているものを紛れ込ませておいて、まあ、その仕事をしていく上でその、なんですかね、その品質が落ちないようにそこで、もう正しく答えているかというのを、まあ、チェックするようなこともできます。クラウドソーシングをする上で、まあ、その仕事の作業者への提示方法というのがすごい重要になってきていて、まあ、その仕事内容 の, まあその提示方法によってはその収集されたデータの品質にすごい影響してきて、そのより高品質なその結果、まあ、データを集めるためにはその作業者に分かりやすい、まあ、正しい指示っていうものと、そのなんかどういうことをしてほしいのかっていうのを分かりやすくその例を使って、示すことが非常に重要になってきます。で、クラウドフラワーには、まあそのまあ、その詳しく書いてなかったんですが、あまりそのどういう仕組みでなっているのかっていうのがちょっとあまり分かんないんですけども、その不正な、まあ、ユーザーの入力を収集しないっていう、まあ、その CML 検証機能というものがありまして、まあそのまあ、先ほど言った、まあそのまあ、事前にチェックして、まあ、途中にもチェックするっていうのが、まあ、そのこの機能に当たります。実際にそのパラフレーズを、作ってもらう際に、まあ、まずベースラインとなるのが、まあ、フレーズパラフレーズの生成で、まあ、これは一般的にそのより多くの、まあ、その作業者に、まあ、1つフレーズを提示して、それを書き換えたその、まあ、ここでは P2 って言ってるんですけども、 P2 っていうものを得る、まあ、単純にそれだけです。で、次に、これは先行研究で、やられたものなんですけども、2段のその言い換えっていうものを行っていて、まず、作業者にフレーズ書き換えてもらいたいフレーズを提示するっていうのは、まあ、同じなんですけども、まあ、そこでまあ書き換えてもらった P2 っていうものを、他にも作業している、その同じものを作業している 2,3 人の人でそれぞれ、P2 がその正しいか、その、より良いその回、書き換えをしているかっていうのを、もう意味的の時価っていうのを検証して、まあ、それで、合意が得られた場合にそれを採用するというものになっています。で、合意が、実際にこの方法でやった時に、まあ、専門家のまあ評価者と、まあ、その2,3 人、まあ、その作業者間でまあチェックし合うっていうので、まあ、先行研究ではまあ 92% の、まあそのまあ、一般的な人と専門家の、まあまあ、一致っていうものがあります。
で今回、この論文で、まあ、提案するのが、まあまあ、さらにその2段階をプラスアルファしたもので、まあ、1段階、1つ目の、過程としては同じで、まあ、作業を依頼して、まあ、そのフレーズを書き換えてもらって、まあ、その書き換えたものを、まあ、もらって、まあ、その次に、その書き換えある作業者が書き換えたものを、まあ、他のもう一人の人に提示して、それを、まあ意味的に近いかチェックしてもらう。で次にそのチェックしてもらったやつを、まあ、ある種のまあ答えとして、まあ見て、それを元の単語、まあ、これチェックして、でそれをまあより良い、なんですかね、ここがダメだったら、まあこの表現があまり良くないなっていうのが自分で思ったなら、その自分でさらにその書き加えるようにしていくことによって、まあそれを人がどんどん増えることによって、まあより良い、なんすかね、そのフレーズ、言い換え案っていうものを得られて、まあその一人の作業者が思い浮かばなかったその表現方法っていうものを、まあ複数の作業者を通すことによって、まあそのまあ間違った方向性にいったのをまあ修正できたり、まあよりそのなんすかね、豊かな表現っていうものをできるようになって、まあ誤って言い換えを減らして、まあよりなんすかね、多くっていうそのまあその正解なものを得られるっていう、まあ、手法になります。で、まあ、その実際に書き換えてもらって、それをチェックしたものになるんですけども、まず一番上のものがその普通にベースラインとして、まあ提示して書き換え、単純に書き換えてもらったものになって、まあそれはまず100のペアがあったとすると、2段階でやった時に作業者によってまあその書き換え方が違うので、まあそれだけまあ数が増えて、でその書き換えられたものを、まあ、作業者間のその、ですかね、意味が同じかっていう、まあ、検証を行うことによって、まあ、その合意が得られたのが、まあ、109で、まあ、全体の、まあ、2、まあ、109あります。で逆に、多段階でやることによって、その、より良い回答に変えていくことによって、まあ、165集められて、それを、2段階目で検証をすると、まあ、その134、まあ、その、その意味が等しく、まあ、いい書き換えが行われているという結果が得られています。まあ、これによって、まあ同じ人数を、同じ人数で作業してもらった時に、まあ、そのより良い、書き換えっていうものが、まあ、多段階、まあ、その複数の人がチェックして書き換えていくことによって、まあ、そのより良い書き換えが増えて、まあ、その同じ作業者間でも、より良いものが集められるので、まあ、その金額を抑えたままその品質の高いものを収集できるというメリットがあります。まあ、まとめとしまして、まあ、クラウドソーシングの方法として、まあ、その作業者間を介して、まあ、多段階のまあ言い換えというものを提案していて、まあ、その多段階で行うことによってその意味のばらつきというものが少なくなって、まあ、より良いパラフレーズのコーパスが作れます。はい、以上で終わります。